2021明治安田生命 J1 リーグ第7節ダイヤホームスポンサードゲームサンフレッチェ広島プラザガンバ大阪サンフレッチェのホームでありますエディオンスタジアムにようこそ。三宅選手 MC 渡辺裕之です。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。増えてきましたね。本日のキックオフはこの後14時からということで、紫のユニフォームの中にはチラチラとブルーのユニフォームも見えてきております。ガンバサポーターの皆さんもようこそ広島へ。今日もフェアにそして熱くプレー、そして応援していきましょうね。よろしくお願いします。さてさてさて、非常にお天気もいい感じ、暑すぎず寒すぎずということでございますね。はい、さて、天気はいい感じですけれども、会場になりましてもいい感じでマナーを守っていただきながらこの似顔絵ステージをお楽しみいただいてありがとうございます。さあここからのステージもう分かります。普段であればね、もうマスクバッとってわーっと掛け声ね、応援とかもやりたい。でもここをぶっとこらえていただける皆さんが大好きです。ありがとうございます。いろいろと配慮もカメラの高さもありがとうございますね。皆さんは手拍子そして拍手でしっかりと楽しんでいただければ素敵素敵な空間になるんじゃないかなと思います。それでは参りましょうか。似顔絵ステージ続いてのゲスト、サンフレッチェレディース2021スプラッシュの登場。それでは自己紹介していきたいと思います。リオです。あずみです。あさかです。わこです。もえこです。かのんです。ももです。そして今日は研修生が来てくれました。イエーイ。スプラッシュのツインズのシオンとかのん。そう、スプラッシュのツインズって言ったんだけど、はい、サンフレッチ広島のツインズって言ったら森崎孝太さんと孝太さんですよね、はい、皆さんよかったら覚えててください。そして今日は来てないんですが、柳本愛という研修生がもう一人いるのでしっかりと覚えててくださいね。お願いします。お願いします。それではサンフレッチェレディースのスプラッシュです。よろしくお願いします。ここでステージを見ていただく皆さんにお願いがあります。ソーシャルディスタンスに配慮してステージを見てください。座っておられるお客さんはそのままで大丈夫なんですが、立って見ているお客さんは他のお客さんとの距離を1から2メートル上げてください。そして今は声を出したり一緒にタオルを回すっていう応援ができないので、手拍子で一緒に盛り上がっていただけると嬉しいです。楽しい時間を過ごしていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは早速1曲目いきましょう。今日の1曲目は私たちのオリジナルソング、はい、ネバーギブアップです、はい、でネバーギブアップの最後のところに一緒にわっしょい、行くよわっしょいっていつもやってるところがあるんですけど、はい、そこを今日は一緒にポーズ行くよスプラってやるので、このスプラポーズをやってね、半分やっていただけたら一緒にスプラポーズできるので、あ、そうですそうです、お願いします。バッチリです。じゃあもう一回やっとく。いくよ。いくよ。一緒にやってくださいね。いっせーので、一緒にポーズ行くよスプラ。オッケー。ありがとうございます。それで行きましょう。お願いします、はい、それでは聞いてください。ネバーギブアップ。皆さん元気でいきますよ。いよいよ開発中。長い道きっと明日につながってる。インハイハイ
ビビってないで君のギラつく本性を覚ましてもっと心に素直になっちゃいなギラも熱く盛り上がりゃいいじゃんはしゃごう騒ごう宴は短い皆さん置いておいて、はい、写真撮らなくていいから置いておいて、はい、やりますよ。
僕は三時になって次熊になりますよ。口を次顎に出すよ。山を作って次は魚釣られるよ。魚に釣られた。次は顎に手を置いてお腹叩いて元気。手を上げ右から手上げるよ。右左もうにガオガオするよ。ガオが襲っちゃうぞって元気ハンクやって元気よく行きよ。ポーズ1、2、3フレッチ。こっからは昨シーズンやったね、あごめんね、三軸やってくれてね、完璧。こっからはですね、昨シーズンやっていたレクチャーからやっていきますね。皆さん覚えててくださいね。ではミュージックスタート。医療従事者の皆様への感謝を込めた歌です。私たちも世界中がウイルスの危機に侵されている中でも
手を取り合って乗り越えていこうと、そんな気持ちを込めて歌います。それでは、あ、そうだ、サンチ君とフレッチさんにも一緒に歌ってもらうのでそうそうそう、違う、歌ってもらうんじゃない、踊ってもらうので踊ってもらうので、なんで拍手をしてもらったら嬉しいなって思います。それでは聴いてください。コロナウイルスの収束に向けてまだまだ頑張っておられる方がたくさんいらっしゃいます。私たちも一人一人にできることを行いながら、またスタジアムで直接選手の皆さんに声援が送れる日が来るまで一緒に頑張っていきましょう。ここで一緒に声を出すことはできないのですが、皆さんと一緒にサンフレッチコールをしていきたいと思います。手拍子してくださいね。せーの、サンフレッチ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 、この後のステージはですね、ロアさん、そうロアさんなんですけど、実はですね、私たちが通っているアクターズスクール広島の私の先輩であって、先輩だね、すごいすごいね、めっちゃダンスも上手いしから、うん、なんだ上手いから憧れの人なんですよ。皆さんもよかったら見てみてくださいね。はい、まだまだ盛りだくさんのにぎわうステージにお祭り広場、美味しいグルメもたくさんあるので、皆さん試合前にまずは腹ごしらえだ。以上、スプラッシュでした。バイバイ。はい、サンチェとフリちゃん向こうね。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。